このそば。0点だよ。はあ？少なく見積もっても120点でしたよ、今日の爆裂は。多く見積もっても0点なんだよ。モンスターにマグロ横取りされそうになったからって爆裂魔法打ち込みやがって、マグロごと吹っ飛んだら意味ないだろう。いい加減他に使い勝手のいい上級魔法を覚えろよ。カズマ、仲間に言い過ぎだぞ。ねえ、借金また増えちゃったんじゃない？どうすんのよ、もうバイトは嫌なの。いつもこいつらに振り回されて。アニメやゲームの主人公ならそろそろモテモテになってもいい頃なのに。めぐみ、ねえ、めぐみいる？そしてカズマさんも。ああ、いやいや、どうしたんだよ、そんな剣幕で駆け込んでくるなんて。カズマさん、私カズマさんの子供が欲しい。モテ期入りました。喜んで。お父さんから手紙が届いたの。これですか。この手紙が届く頃にはきっと私はこの世にいないだろう。どうやら甲賀の里が魔王軍の幹部に襲われているようです。もう一枚ありますね。占い師は里の壊滅という絶望の未来を見た日、同時に希望の光も見る。それは甲賀族唯一の生き残りユンユン。やがて駆け出しの町である男と出会うことになる。頼りなく何の力もないその男こそが彼女の伴侶となる相手であった。おい、なんでみんなで俺を見るんだよ。ユンユンもそれだけの情報で俺のとこに来たのか。そして月日は流れ、その男との間に生まれた少年は旅に出る。少年こそが一族の仇である魔王を倒すものであった。つまり族長の娘である私がカズマさんと子供を作らないと世界は大変なことになっちゃうんです。俺たちの子供が魔王を。わかった、そういうことなら任せとけ。世界のためだ、仕方がない。お前というやつは普段は優柔不断なくせに今日はどうしてそんなに男らしいのだ。待ってください、まだ続きが。甲賀族英雄伝第一章、著者アルエと。アルエが書いてたの？アルエのバカ、信じちゃったじゃない。ねえ、どういうこと？アルエは作家を目指している里の同級生なのです。なんだ、ただの作り話か。ねえめぐみ、甲賀の里に一緒に行くわよね、心配よね。里のみんながそうやすやすと負けるわけないじゃないですか。大丈夫ですよ。そんな、いいわ、私だけでも行くんだから。めぐみ、どうするんだ？里に危険が迫っているのは本当みたいですし、仕方ありません、向かいます。別にユンユンのためじゃないですからね。帰りたい、もう家に帰りたい。ぬわ、
捕まえた。ピチピチの16歳スワッツノーズです。さあ、あんたの話に自己紹介してもらおうか。うちの息子はシャイなんて出せません。誰か助けてくれ。ボトムレススワッツ。オークたち、このまま沼に引きずり込まれたくなければ今すぐ立ち去りなさい。怖かったよ。ありがとう、ありがとう、ユイユ。人のローブで鼻を噛まないで。このすまん。よしよし、怖かったのね、カズマ。もう大丈夫、大丈夫。はぁ、いい加減泣き止んでください。静かに。何者かが近づいてくる。騒がしいと思ったら、コウマ族のガキ二人か、冒険者風の人間どもか。見逃してはねえな。こいつらの首をあの方への手土産にしよう。少子、どこぞの手下などに遅れを取るわけがありません。この私の力見せてあげましょう。待て、めぐみ、敵の数もわからないんだ。爆裂魔法は温存しと。エクスプロージョン。爆裂魔法は何点ですか？マイナス90点遅れてやる。敵がいるのにいきなり魔力使い果たしやがって、どうすんだ。このスバ、このスバ、このスバ、バニルさん、さっきから何をうなっているのですか？貧弱冒険者との契約の件だ。開発した商品の知的財産権を総額3億エリスで買い取る話だが、まだ肝心の商品を作る職人が決まっておらん。それが決まらぬ限り契約成立とはいかぬのだ。それは困りましたね。カズマさんたちはコアマの里へ行ってしまいましたし。あれ、そういえばコアマの里に。できないと。シルビア様、撤退よ。どうかあなた様だけでも撤退よ。だからコウマの里を攻めるのは反対したんだ。だから俺は行きたくないって。竜巻に稲妻に氷塊に、ありとあらゆる魔法が飛び交っていて、すごい光景だな。この里の危機って聞いてわざわざ来たのに、全然平気じゃないの。手紙のことかい？あれはただの近況報告だよ。筆が乗ってしまってな。でもお父さん、手紙が届く頃にはきっと私はこの世にいないだろうって。コウマ族のいつもの挨拶じゃないか。ユンユン、お前の親父さん一発殴っていいか？いいですよ。せっかく里まで来たのですから、今日は私の家に泊まって、明日里を観光しましょう。さあ、着きました。おお、お、めぐみんの妹か。ずいぶんと可愛らしい子だな。
ごめっこ。ただいま帰りましたよ。お父さん、姉ちゃんが男引っ掛けて帰ってきた。ちょっとお嬢ちゃん、お兄さんと話をしよう。カドスマ。で、君はうちの娘とどのような関係なんだね。だから何度も言いますが、ただの友人で。なあ！あなた！やめて！ちょぶ台をひっくり返して壊すのはもうやめて！お金がないのよ！失礼、取り乱した。君が白々しくもただの友人だなどと抜かすものだからね。いい人そうじゃありませんか。ただせめて借金を返されてからうちの娘と一緒になられては。はあ、何の話してるんですか。ただの友人だって言ってるでしょうが。でも娘からの手紙には、全身ヌルヌルの姿にして楽しんだり、おんぶしながら胸の感触を確かめたり、一緒にお風呂に入ったり。申し訳ございません。それでも大切な仲間だから。え、借金まみれでスケベで暴言ばかりの常識のない男でも私が目を離すと簡単に死ぬからと。引っかかるところもあるが、大切な仲間だからというのは少しだけ嬉しい。娘のパーティーのことですから、助けてあげたい気持ちは山々なのですけど。ああ、大丈夫です。実はもうすぐ大金が入ってくる予定でして。ほう、ちなみにおいくらほど。3億エリスですかね。3億？バニルとの取引で提示された額がそれくらいだけど、ちょっと余計なこと言っちゃったか。カズマさん、今日うちに泊まっていなさい。遠慮なんかしなくていいんだよ。それがいいわ。冒険者なんてやってるなら家もないでしょうし。いえ、アクセルの町に屋敷を持っているので。屋敷！このスマ。3億と屋敷の話をした途端、待遇が良くなったな。何をバカなことを。自分の娘が可愛くないのか。大丈夫ですよ。娘はもう結婚できる年齢ですし、カズマさんも分別ある大人。もし何かあったとしても、それは。あなたは何を言って。スリープ。やりやがった。よく見りゃみんなも眠ってるし、まさかこのお母さんが。あら、カズマさん、みんな寝てしまいましたので、娘を部屋へ運ぶのを手伝っていただけませんか。ではごゆっくり。ロック。部屋に娘と男を閉じ込めやがった。これから入ってくる金の額を口走った俺も大概だが、あの奥さんもどうなのか。待てよ、邪魔しそうな奴はすでに眠っているし、部屋には誰も出入りできない。これはなんという末線。このスパ、このスパ。おはようございます。よく眠れたかい。どうしてカズマが。まさか寝ている私に何かしたのではありませんよね。おい、俺が何かするようなやつだと思うのか。今まで何もなかったんだぞ。そうですね、ちょっと混乱して。カズマはこんな時何かをしてくるような人ではないですもんね。
当然だ。そもそもお前の母ちゃんに鍵をかけられて閉じ込められてるんだぞ。まったくあの人は。でも本当に何もしてくれないのですか？せっかく二人きりなのに。あれ？何かしてもいいのか？やはりモテ期が？バーケー！せっかく二人きりなのに何もしないわけがないだろう！こっちは親御さんの許可までもらってるんだぞ！そんなことだろうと思いましたよ！今日はユンユンの家に泊めてもらいます！あ、くそ！釜かけやがったな！聖獣シスベーシ！ここは我らコーマ族の天敵が封印されている謎施設です。すごいでしょう。外から見ただけじゃすごいかどうか全然わからん。ねえめぐみ、他にもすごいものが眠ってる場所はないのかしら。前は邪神が封印された墓や名もなき女神が封印された土地があったのですが、いろいろあって封印が解けてしまったのですよ。お前んとこの封印ざるじゃねえか。このそば。さて次の場所へ行きますよ。こんにちは。おや、めぐみ帰ってきてたのかい。ということはそこの人たちは里の外から、我が名はチェケラ、アークウィザードにして上級魔法を操る者、コーマ族随一の服屋の店主。この里の人たちは名乗らないと何かの病気にでもなってしまうのだろうか。ところで実は今着ているローブの替えが欲しくてですね、これと同じものを全部ください。全部？あのめぐみんが随分とブルジョワに。ねえねえカズマ、こっちに面白そうなものがあるわよ。お、なんだアークは。ってこれ、どう見てもライフルなんですけど。それはうちに代々伝わる由緒正しい物干し竿ですよ。錆びたりしないし重宝しているんです。ライフルを物干し竿に。この里どうなってんの？おっと、もうそろそろ時間ですね。次はとっておきの場所に案内してあげます。ふん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 、ようこそ我が魔法学園レッドプリズムへ。ようこそ。どうしてユンユンが？昨日泊まりに行ったらボッチが寂しそうにしていたので誘っておいたのです。これめぐみたちの制服かわいいわね。由緒ある魔法学園を案内するのですから清掃に着替えて当然なのです。懐かしくなってお前が着たくなっただけだろう。カズマは学校のことになると途端に辛辣よね。馴染めなかった古傷が痛むのよね。おいやめろ、プライバシーの侵害だぞ。我が名はアルエ、コーマ族随一の発育にしてやがて作家を目指す者。我が名はフニフラ、コーマ族随一の弟思いにしてブラコンと呼ばれし者。我が名はドドンコ、コーマ族随一のなんだっけ。アルエ、それにドドンコとフニクラ。フニフラよ、わざとね、わざと間違ってるんでしょ。ねえねえめぐみ、この人たち誰？魔法学園時代の同級生たちですよ。おかえり、無事戻れたようで何よりだよ。アルエ、うっかり信じてしまう人が出るので、あんな手紙はやめてくださいね。ちょっと、どうしてみんなで私の方を見るの？この巣場。の巣場。ところで、ユンユンは里の外でうまくやっているのかい？ユンユンはピンチの私たちを助けてくれたことがあるわ。
ビカビカ光る剣みたいな魔法でモンスターをやっつけてくれたの。それってライトオブセイバー？上級魔法よね。あれ？ユンユンって中級魔法使いじゃなかった？もうその話はいいから。中級魔法使い？高魔族なのに？ちょっといいか？ユンユンのことなんだけどさ。さっきの話ですか？ああ。高魔族って上級魔法を使うチート集団だと思ってたから、ユンユンが最初は中級魔法使いだったって聞いて意外でさ。実は、それには事情があるのです。私は学生の頃、爆裂魔法を覚えるために、スキルポイントを大事に大事に貯めていました。ある時、米子が凶暴なモンスターに襲われて、ユンユンがとっさに中級魔法を取得して、米子を助けてくれたのです。本当は、上級魔法を取得するために貯めていたはずの、自分のポイントを使って。それって、メグミンが爆裂魔法を習得できるようにかばってくれたってことか？別に、頼んだわけではないのですけどね。ま、今じゃメグミンよりも一級の魔法使いなわけだし、結果オーライよね。そうだな。って何の音だ？魔王軍め、私の目が黒いうちはここは倒産。なんだこの女は、一体何がしたいんだ。シルビア様、こいつの目的が分かりません。お下がりを。なんて邪魔な女だ。助けを呼びに行くわけでもなく、強力な攻撃をするわけでもない。言っておくが、私に生半可な攻撃は通じないぞ。幹部の名に恥じぬ卑劣な攻撃を仕掛けてこい。ダクネス、よく持ちこたえた。里の人たちを呼んできたぞ。カズマ、もう来てしまったのか。せめて魔王軍にもう少しいたぶられてから来てくれた方が。お前はちょっと黙ろうか。せっかくの活躍が台無しだからな。そう、仲間が来るまでの時間稼ぎだったのね。ここまで耐えた防御力からしてかなり高レベルのはずだけど、攻撃を当てなかったのも演技だったのかしら。バレてしまっては仕方がないかな。シルビアとか言ったな。そこにいるクルセイダーは魔王軍幹部バニルと渡り合った猛者だ。バニルですって？アクセルの町に行ったきり帰ってこないって聞いたけど、まさかあなたたちが。そう、このメグミンがとどめを刺した。あのバニル様を。それだけじゃない。デュラハンのベルディア、デッドリーポイズンスライムのハンス、果ては機動要塞デストロイヤーに至るまで俺たち4人が討ち取らせてもらった。ああ、カズマさんったらまた見え張っちゃって。見たところあなたがそのパーティーのリーダーね。名前を教えてくれないかしら。名前？相手は魔王軍だ。ここは安全策を。俺の名はミツルギ。ミツルギ京也だ。覚えておけ。この男、土壇場でへたれましたよ。あなたが魔剣使いのミツルギ？こんな強力なパーティーに出くわすなんて。ここでお前を倒しても高魔族の力を借りたみたいですっきりしないな。感謝するわミツルギ。また会いましょう。その時こそ決着を。撤退。思わず言ってしまったが、偽名はまずかったかな。今度ミツルギにシュワシュワでも奢ってやろう。おはよう。よく眠れたか？キャッ！
お、は、よ。どうして人の手を握っているんですか？とうとう超えちゃいけない一線を超えちゃいましたか？バーカ、寒くて思わず手を握っちゃったんだよ。そもそもこの状況はお前の母ちゃんのせいだからな。みんなを眠らせて、この部屋に俺とお前を閉じ込めたんだぞ。好きでこんなことしてるわけじゃない。そうなのですか？いらぬ誤解をしてしまいました。ごめんなさい。おう。いいってことよ。この巣場。この巣場。そろそろ俺にお礼の一つも言ってくれていいくらいだぞ。いつもお前らの尻拭いばかりしてるんだし。お礼ですか。そうですね。あの時、アクセルの街で路頭に迷いかけていた、爆裂魔法しか使えない手のかかる魔法使いを拾ってくれて、ありがとう。魔法を使った後、いつも背負って帰ってくれて、ありがとう。迷惑をかけているのに、パーティーに残らせてくれて、ありがとう。お礼を言っただけですよ。自分でお礼を言えと言っといて、何を照れているんですか？おう。まあ、俺もなんだかんだ言いながら、お前らにも助けられてるからな。お前ら風に言うと、我が名は佐藤一馬。アクセル随一の最弱職にして、厄介事ばかり巻き込まれるもの。やがて大金を手にし、お前らと面白おかしく暮らす予定のもの。今後ともよろしく頼むよ。こちらこそ、今後ともよろしくです。なんだか、いい雰囲気だ。めぐみもまんざらでもないのか？やっぱり俺にモテ気が！魔王軍襲来、魔王軍襲来。すでに魔王軍の一部が里の内部に侵入した模様。ほーら、こんなもん。うわーらー！うわー！いいとこで邪魔しやがって！お前なんだこら！なぜだと思ってやがる人様の迷惑考える芝木回されてるか！ごめんなさい！まさかここであなたに見つかるとはね。シルビアだったか。美女だからって手加減してもらえると思うなよ。この程度？ねえあなた、蜜月じゃないわね。俺の名は佐藤一馬だ。名前を知られたらお前らに指名手配とかされそうだと思ったからだ。傑作ね。我が名はシルビア。強化モンスター開発局局長にして、自らの体に合成と改造を繰り返してきたもの。あなたのこと気に入ったわ。私と一つになりましょ。カズマ。うん、あの体勢、顔の横に胸が。最近の俺はどうしたんだろう。やはりモテ期到来なのだろうか。それとも俺の唯一の取り柄である高い幸運値が。ちょっと坊や、そんなに熱い息を吐きつけないで。体がほてっちゃうでしょ。ああ、どうしよう。後ろから羽交い締めにされてるから、シルビアが動くたびに顔に巨乳が当たって幸せが。今助けます。落ち着け、めぐみ。爆裂魔法では威力が強すぎてカズマごと吹き飛ぶぞ。そんな。私が行こう。今助けてやるぞ。お構いなく。え？シルビアさんは俺のこと気に入ったってよ。けど最近のお前らは俺に対して随分とおざなりな扱いしてくれちゃってるよな。素直ないい子ね。
でもあんまりお嬢ちゃんたちをいじめちゃダメよ。女心ってものを分かってあげないとね。魔族のくせに随分と人間の女心が分かるものだな。だって私半分は男ですもの。今なんて？あら、聞こえなかった？私キメラだから。あなたの大好きなこの胸は後から合成してつけたの。シルビアさん、シルビアさん、俺のケツにも何か当たってるんですが。当ててんのよ。いやー、気を確かに。あれ、ここは？ここはコウマの里の地下格納庫よ。私の目的は古代の魔導兵器を探し出すことなの。もう何もしないわよ。私が探しているのはね、魔術師殺し。いかなる魔法も無効化するコウマ族にとって天敵となる最悪の兵器。やっと隠し場所へたどり着いたのに、この扉結界破りが効かない。魔法的な封印じゃないわ。何なのこれは。コマンド入力？あなた、この古代文字が読めるの？いや、これは有名な裏技をパスワードとして入力しろってことじゃないかと。ドゥブン！あなたは私の想像以上の男だったみたいね。腐っても冒険者だ。簡単に口を割ると思うなよ。口を割らせるには脅しや暴力だけじゃないのよ。私の手札はサキュバス並み。さあ、この快楽にどこまで耐えられ。ウィウィしたした、左右ほいほいほい。あなた、人としてそれでいいの？でも、これで兵器が手に入るわ。まずい。恐怖のあまり、コマンドを入れてしまった。カズマ！よかった。無事でしたか？シルビアはどこに？はは、もしかして、カズマさんがどうにか倒してくれてたり。ちょ、アクア、それフラグ！うわぁ！なんだ地響きが！あれは、シルビアか？貴様、その姿は。言ったでしょ？私はグローキメラ。兵器だろうが何だろうが、体に取り込んで一体化する力を持っているの。我が名はシルビア。最強の力を手に入れたグローキメラのシルビアよ。このスバ、このスバ、今まで散々コケにしてくれたお返しだよ。シルビア様だ。シルビア様が魔術師殺しを手に入れなさったんだ。シルビア、シルビア、シルビア、シルビア。まさか封印を解かれるとは。お客人、せっかく里に来ていただいている時にこのようなことになってすまない。すみません、僕なんです、封印解いたの。里が燃えていく。心が痛い。なあ、本当にどうにもなんないのか。魔術師殺しには隠された対抗手段がある。実は古来より誰も解読できない石碑があるのだが。あるのかよ。よし、とにかくその石碑へ行くぞ。待ってください、米粉が心配です。そこへ行く前に米粉を。いや、メグミンはカズマたちをその石碑とやらへ案内するんだ。メグミンの家族は私が守る。それが騎士の役割だろ。米粉を頼みます。ねえ、勝手に盛り上がってるけど、私は危ないことしたくないんですけど。
私の仕事は安全なところからの支援なんですけど。ダダをこねてないで一緒に来い。俺たちパーティーなんだろ。殺せば。もうすぐ着きますよ、バニルさん。私の知り合いの職人さんなら間違いありませんよ。何時がそんなに自信たっぷりに言うと不安になるがな。大丈夫ですよ、職人としての腕は確かな。この爆発音。はい、里が燃えてる。エンセントディスペル。これは魔法封じの呪文。ハッハー、魔法が使えない高魔族だってちょろいもんだぜ。最高だわこの魔術師殺し。高魔族は自らが作った兵器によって滅びるがいい。これで終わりよ。危ない、フリフラ、ドドンコ。ライトオブセイバー。何？そこまでよ、魔王軍幹部シルビア。ユンユン、バカ、なんで？友達を見捨てられないから。ユンユン、我が名はユンユン。アークウィザードにして上級魔法を操る者、高魔族随一の魔法の使い手にして、やがてこの里の王者となる者。里を破壊するというのなら先に私を倒してみなさい。あ、赤き瞳は決して邪悪を許しはしない。それが赤の宿命。かわいいわね。でもあなたみたいに本当に可愛くて若い子嫌いなのよ。先に始末してあげようかし。そこまでだシルビア。今度は何？時間稼ぎありがとな、ユンユン。シルビア、これはな、魔術師殺しを倒すための秘密兵器だ。あれはうちの物押し竿。石碑に書いてあったことは高魔族の秘密にしておこう。まさかまたあの博士が絡んでたとはな。魔術師殺しに対抗する兵器を残してくれたのはありがたいが、名前がレールガンカッコカリって、ほんと何考えてたんだか。シルビア、この戦い楽しかったぜ。さよならだ、狙撃。おい、どうなってんだこれ、壊れてるんじゃないのか。どれ、私に見せてみろ。こういったものは叩けば大抵動くようになる。ちょっと、私が魔力充填したのにどういうこと。ねえあなたたち、どれだけ人をおちょくれば気が済むのかしら。もういいわ、魔術師殺しの力を見せてあげる。真打ち登場。我が名はメグミン。我は至高にして全能の支配者、その天なる力の高みより命ずる者なり。我の爆裂魔法で全てを怪人と化してみせましょう。このスバ、このスバ。我が求めに応じその力を示せ、エクスプロージョン。うん、ねえ物干し竿、なんかピコピコしてるよ。そうか、さっき不発だったのは魔力がまだ足りてなかったからか。フルチャージ完了となれば。シルビア、俺の名前を覚えとけ。あの世に行ったら他の幹部たちによろしくだ。俺の名はサーク。ダーン。私これで終わり。
随一の魔性の妹、魔王軍幹部より強き者。佐藤、カズマ。悲惨な戦いだったわ。私はもう二度と人を傷つけないと誓うわ。おい、本当にやめろよ、そういうフラグみたいなこと言うの。なんですかあれ。ここで終わらせてなるものか。私の人生を始める、その先に行く。危うく川のほとりで魂を持っていかれるところだったわ。でも残念ね、私はグローキメラのシルビア。この私をここまで追い詰めたあんたたちは絶対潰す。復活しやがった。やばいやばい、どー。ちょ、カズマ、私が魔力切れなのを忘れないでください。カースドクリスタルプリズム。バニル、なんでここに。ナンジのアイデアを商品化するためこの里の職人に会いに来たのだが、我が身可愛さで魔術師殺しの封印を解き放ったか。うわ、見通す悪魔に隠し事はできない。しかし里がなくなってしまっては商売も不成立。いや、これは困った困った。ウィズにバニルですって。お久しぶりです、シルビアさん。どうか一つ、ここは穏便に。できるか、この裏切り者どもが。魔王軍に私が生存していることが知られてしまうのは大変面倒だな。ポンコツ天使、ここは共闘と行こう。効かないわ、その程度の攻撃じゃね。魔法が効きません。物理攻撃も大して効かぬようだ。なんだよこの強さ、反則じゃないか。くそ、何か弱点は、隙はないのか。好き、モテキ。カズマ、あいつを倒す作戦でも思いついたのか。しょうがねえな。みんな聞いてくれ、このスバッ。どういうこと、攻撃が当たらなかったクルセイダーの動きが急に良くなって。そう、バニルね。プレッシング、プレッシング、プレッシング、プレッシング。カズマさんとの付き合いも長いけど、ほんと無茶するわね。ありったけ幸運値上げといてくれよ。なーに、大丈夫さ、俺には女神がついてるんだろ。頼んだぜ相棒。任せて。私は里の皆さんの魔力を集めて、メグミンさんとユンユンさんにお届けすればいいんですね。ああ、ダクネスとバニルが時間を稼いでる間に頼む。最後はあの二人に託したからな。さーて、ここからが本当の戦いだ。こんな頭のおかしい里でいたずらに時間を費やすのはここまでよ。はあ。私は魔王軍幹部として誇りを持って戦ってきた。だけど私を慕ってくれるのは部下のゴブリンたちだけ。そこに絆はあっても愛はない。死の淵で初めて気づいたの。私は苦しいほどの恋がしたい。愛を手に入れなければ私の人生は輝かないのよ。バカ野郎、違うだろう。シルビア、お前は出会った時から輝いてただろう。
私こんなにストレートに怒られたの初めて。好き、好き、大好き。デュラハンの鎧とスライムの体を得たシルビアに物理攻撃は決め手にならない。その上元から魔法耐性まである。隙はない。だから一か八か俺自身があいつの隙弱点になる。大好き。めぐみ、ユンユン、あとは頼んだぞ。このスバ、このスバ、このスバ、コーマの里へようこそ。よければ私たちが案内をしてあげようか。このスバ、無茶です。こんな分の悪い危険な賭け、私が上級魔法さえ覚えていれば他の手段も。めぐみ、カズマさんはめぐみんの爆裂魔法を信じてる。そうじゃなきゃこんな作戦立てないよ。めぐみんはもう爆裂魔法を信じてないの？二人で勝ちますよ、ユンユン。我が名はユンユン、コーマ族随一にして最高の魔法使い。我が名はメグミン、コーマ族随一にして最強の魔法使い。ユイユンはあの時私に爆裂魔法への道を行かせてくれたから今日の私がいるのです。メグミンがいてくれたからライバルとして今日まで来れた。はー、ライトオブセイバー、吹けよ嵐、響けよ爆炎。爆裂魔法はロマンなんです。どんな不可能も可能にする最強の魔法なんです。エクスプローション。そんな魔法では私の人生は奪えない。行くのよ、私は先へ、未来へ。今だ、俺が、あいつの隙、弱点になる。シルビア、俺と一緒に、行こうぜ。カズマ、すっげー。はカズマ、私をもてあそんだので。でも好き。これが俺の無敵だ。俺の無敵は終わった。数日で復興できるというコーマの里を後にして俺たちはアクセルの町での生活に戻っていた。なんだめぐみん、いつもの爆裂散歩に連れ出されたのかと思えば、俺に上級魔法スキル取得のボタンを押してくれって。どういう風の吹き回しだ。突然すみません、これからは足手まといにならない魔法使いになります。私が扱いやすい上級魔法を取得していればカズマがシルビアに捕まることも死ぬこともなかったはずなんです。だからロマンは卒業です。
爆裂魔法は封印するんです。コウマ族随一の魔法の使い手、上級魔法を操る者。今後はこれでいくとします。上級魔法が使えるようになれば、ユンユンよりも潜在魔力が高い私の方が絶対にコウマ族随一ですから。ふぅ、アホだな。ほらよ。どうも。じゃあ帰りますか。なあめぐみ、ちょっと一発撃ってくれよ。は？何を言っているのです？だって今日は一日一爆裂、まだやってないだろ。いいでしょう、私の最後の爆裂魔法、それはもうすごいのをお見せしようではないですか。さよなら、エクスプローション。これは爆裂魔法の威力向上しといたぞ。カズマ、我が名はメグミン、アークウィザードにして爆裂魔法を操る者、アクセル随一の魔法の使い手にしていつか爆裂魔法を極める者。カズマカズマ、今日の爆裂魔法は120点。